ペーター・ラーベは、ドイツ出身の音楽学者、指揮者、作曲家。フランクフルト・アンデア・オーダーの生まれ、ベルリン高等音楽院で、ボルデマール・バルギールに指示。1894年のケーニヒスベルク私立劇場の指揮者を皮切りに、1906年までに、スビッカウ、ハルツブルク、エルバーフェルト、アムステルダム、バート・キッシンゲン、ミュンヘン、 マンハイムの歌劇場を渡り歩き、1907年にリハルト・シトラウスの後任としてバイマル宮廷歌劇場の音楽監督に就任した。1920年からはアーヘン市立劇場の音楽監督に転出した。1935年にはドイツの音楽家すべての統制機関である帝国音楽院の総裁となった。しかしラーベは国民宣伝大臣。 ヨーゼフ・ゲッペルスと対立し、1938年に辞任を申し出たものの、遺留された。音楽学者としては、1910年頃からフランツ・リストの研究をしており、1931年にフランツ・リストを上司している。リストの作品整理番号としてのラーベ番号は、ラーベの研究に由来する、バイマルで死去、ピーター・ラーベ。 2017年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年6月20日閲覧ベーターラーベリスクックスありがとうございます